私の名前は西村幸太郎、38歳。この一家の大黒柱だ。妻と一人の子宝に恵まれ、平凡ながら幸せな生活を送っている。そんなある日、買い物をしようと街を歩いていたら、愛する妻がいた。知らない男と、ただならぬ関係なのは一目瞭然だった。どう見ても愛し合うカップルだ。嘘だろ？なんだあのクソ男は。はーい、あーん。あーん？そう。私の妻は不倫をしていたのだ。とても受け入れられない。現実を認めたくない私は、その場で怒鳴り込むことはできなかった。なぜなんだ？一体私に何の不満があったというのだ？後日、妻のスマホの中身を盗み見た。完全なる黒だった。専業主婦でずっと家にいる妻は、出会い系アプリを使ったのだろう。今の時代、不倫の定番だ。離婚も頭をよぎった。しかしコツコツ毎日働いて家を買い、愛する子供まで授かった。私は絶対にこの幸せな生活を失いたくないのだ。その時、ある業者の名前が私の頭をよぎった。それは別れさせ屋。しっかりしたホームページがあり、信頼できそうに私は感じた。あ、あった。追い詰められていた私は迷うことなく電話してみた。あの、妻が不倫をしています。別れさせたいのですが。はい、もちろん可能です。奥様にも相手にもあなたの情報も一切漏れませんし、合法内で綺麗に別れさせます。本当にそんなことができるというのか。別れさせ屋から聞く話によると、依頼を受ける約 70% が女性で 30% が男性。工作期間は 2,3 ヶ月で、内容にもよるが、費用は100万から300万円。高いが、選択の余地はない。今回担当を務めさせていただきます、吉田です。どうかよろしくお願いします。まずはターゲットとなる人物の住所、勤務地、行きつけの店、趣味など情報を徹底的に集めるらしい。2週間後、再び打ち合わせのために別れさせ屋を訪れると、ここからが衝撃の展開だった。ターゲットの情報は全て集まりましたので、2人を完全に別れさせるためのシナリオを作ります。シナリオですか？作家の小林と言います。ストーリーの台本は私が担当いたします。小林の本業はテレビドラマの作家と紹介された。合法的に自然な流れで別れさせるには、完璧なシナリオが必須なのだという。入念な会議を重ね、台本は完成。次に実際にターゲットに接触し、別れさせる任務を負う役者を選ぶ。今回現場を担当する役者が決まりました。今回ご依頼いただきありがとうございます。美代子と申します。どうも。超美しい。美代子は調査員と呼ばれていた。能力の高い調査員は月に100万円稼ぐとのこと。ターゲットが女性なら男性の調査員が起用される。ほとんどが俳優または女優経験者だとか。どうやらターゲットの男は筋トレが趣味らしく、シナリオはジムでの自然な出会いから始まる設定だった。美代子に惚れさせるのだ。ターゲットがトレーニングする時間、美代子は必ずジムにいる。いきなり話しかけることはない。時間をかけて自然な出会いを作り上げる。入会から3週間後、ついに作戦が決行される。あれ、この器具どうやって扱うんだろう。どうしました？ダンベルの付け方がわからなくて、よければ教えていただけませんか？もちろん、いいですよ。この日はこれだけ。接触を取り始めてからさらに2週間ほど経ったあたりで、あの、もしよければ連絡先もらっていいですか？もちろん、待ってましたから。よし、引っかかった。ちなみに報酬金額は段階制になっている。私は連絡先交換に成功した時点でまず50万円を支払った。何度かデートを重ねると、美代子さん、僕と付き合ってください。私も同じ気持ちです。美代子に溺れ、この男は他の女に目もくれなくなった。そして男が妻に電話をかける。ごめん、親友のよしこだ。嘘つき。ごめん、もう別れたいんだ。え、この前まで好きって言ってたのに。これで別れさせ屋の仕事は完了。本当に完璧なプロの仕事だった。私はさらに100万円を支払った。今回の別れのシナリオは計150万円だった。ありがとうございます。高いのか安いのかはわからないが、決して素人にできる作業ではなかった。ちなみに調査員は影の存在がバレないように、任務遂行した後も何ヶ月間か付き合い続けるらしい。こうして別れさせ屋の鮮やかな仕事によって、我が家に本来の幸せが戻ったのだろうか。みんなどう思う？
本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。